メンズ赤星です。どうも、サクサクミルク赤崎です。はい、ザ・シーツの瀬尾です。はい、よろしくお願いします。はい、来ました、うん、地下製麺ナンバー11ということで。ナンバー11、11と呼んでもいいらしいですけども、はい、こちら11日にオープンしたばっかりのお店。おお、今回ね、ちょっと前置きすごい長いですけども、聞いてください。はい、行きましょう。まずですね、お店の場所、ね、東武東上線の下板橋駅、あるいは大山駅、このちょうど間にあるよというお店でございまして、うん、ここがですね、あの藤丸西新井大師店を卒業されたマサさん、マサミさんの新規店舗なんですよ。マサさん。マサさんの、あのマサさんです。知る人ぞ知る。で、そうですね。このマサさんといえばですね、旧藤丸板橋南町店の店長さんとしてお店を持ってたんですけど、はい、その場所からここですね、うん、1キロほどのところに新しくまたお店出したんです。あー、で比較的近めの、そう山手通りなんですよ。同じ山手通りということでね、はい、これ知ってる人が知ってる、接続ね、早速行っちゃいましょう。なんだ、ね、今のは接続です。接続見てください、これ。わあ、すごい。18時に接続しても60番目という、雨なのにね、大人気で、2時間15分後やっとお店の前行きました、ね、1本映画見れんじゃん。確かにね、これお花見てください。これもうそうそうたるメンバーですよね。ワンピースで言ったらもう七武海四皇みたいな、もう知ってる人、どっちだよ、知る人ぞ知る、いっぱいいるね、知る人ぞ知るが何回も出てきますけども、やっと入れまして食券ですということで、はい、今回基本メニューはラーメンと豚増しと、まあトッピング類なんですけども、うん、今回はいつも通りというか、まあ、藤丸行ったら僕はいつも豚増しを頼むんで、頼んでおります。着丼、はい、ね、あら、あらら、ダブルとコールしまして、辛め野菜増し油入りと豚増しね、ラーメンということでございますが、ね、ちょい野菜ちょい油ニンニクは無料、これはやっぱりね藤丸系でよくあるんですよね。では行ってみましょうか。もうドーパミンが出まくっていたこの豚、豚がもうすごいすごいんですよ。これでも部位によって全然違う。1個目は非常にもっさもっさと食べ応えのある引き締まり豚、2個目は非常に醤油の染み込みがまあ強い返し豚なっている。一頭丸々入ってるじゃないですか。いや、そのぐらいのね、気持ちはありますけども、すごいな。西新井の時よりですね、やや甘さ控えめになって、スープをこの肉に染み込ませると美味しいよという印象がありました。はい、で、とろ豚も入ってまして、これいろんな美味しさが楽しめるのもこの豚増しの美味しさですよね。うん、はい、でも気になってました。ナルトが入ってる。いや、そうね、やっぱ。そうなんですよ。今回はなんと、運よく2枚入ってたばよ、入ってたばよということでね、見えませんでしょ。ナルトね。ナルトが出ちゃいましたけども、ちょっとね、これ小さいのでね、豚がちょっと大きく見えるみたいな。いや、もうナルトのそばこんなもんじゃって。いやいや、もうちょい大きいナルトのイメージあるけど、錯覚利用しないと思います、ね。あ、そうですか。僕の、あの、印象でした。とかはね、野菜といえばね、おなじみスライム野菜ね。おなじみ。おなじみです、もう。スライム野菜。とんでもないクタなんだから、もう原型とどめないぐらいのクタクタ野菜ですよ。透明度も高いようなイメージもある。で、麺はね、もう折りたたみように電池返ししてきます。はい、すごい量。ちょっと僕、焦りました、これ。藤丸よりも多いんじゃないかっていう印象を持つぐらい、もちろん麺増ししてないですからね、もちろんね、うん、初めて行った人もう僕ははっきり言って少なめ半分にしてくれ、もう命令形にします。もう無理です、これこんないっぱいいきなり初めての人食べるのはね。で、券売機の前、これね、マサさんの麺上げが見れる重要ポイントなんです、はい、ここ行った人はもうラッキーですよ。あ、ここの位置は麺上げが見れるのね、パフォーマンスも見れる、パフォーマンスが見れるので非常にラッキー席に座りました。で、言わずもがな麺はね、これ増してないんですけども、もう全然減りません。そんな時はどうするか、こうしましょう。こちらです、オリジナル油入りメンマ。ね、藤丸にはございませんよ、これメンマ、メンマなんですよ、メンマね。これをどうするかっていうことで、ああもう全部いっぺんにかけていくということでございますね。滋養系にね、メンマ入るのが珍しくて珍しい、わかりませんが、桃屋のメンマよりも薄味メンマというイメージを持たせてあげて、基準桃屋で、基準桃屋で、油のコテコテ感とメンマのムグムグ感ね、これ多分ビールが合うんでしょうね。あ、まあ、ね、ありますよね。なんとビールもございますんで、あら、買って飲んでください、皆さんね。あ、ビール出したかと思いきやホワイトペッパーですけども、タイミング的にね、正解のスーパードライかと思って。確かにね、色の感じ、ちょっと胡椒出にくいですけども、いっぱいかけていきまして、で、ニンニクといきなりもう混ぜていきますよということでございますね。おーっけー、うっぷ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 っ
まさみさん特製のスープぶっかけてみてください。甘いの辛いの非常に美味しい。ちょっとマサさんからマサミさんになりましたけど、あ、マサミさん、本名はマサミさんです。男性ですよ、男性ですね。ごまをぶっかけていきますね。で、こっから注目してください。こっからギャリギャリごまじゃなく引くタイプだったごまがありのままのごまに変わったんです、うん、ありのままのごま。ここにそのまま卓上返しをですねふわーっと乗せていくんですね。はい、これがマジでうまいんですよ。ごまとこの返しとメンマ同時に食ってください。これなんと言えばいいのかな、もう味のパレード、味のごまろさんパレード本当にごまろさん、もうそこら中から美味しいものが駆け巡ってくるような味なんで。ただね、これ返し自体はしょっぱめなんでね、あんまり入れすぎは禁物です。自然にさ飲んだけどさ、はい、あしょっぱめだからとかじゃなくて、いやそれはテイスティングなんだよね。ファイナルナルトね、ファイナルナルト2枚ね、2枚中の2枚ね、ファイナルナルトを食べてごっさんでしたね。ナンバーリブって書いてあるね、うん、ということでね、あ、もう見てください、もう豚肉99のシャキドアゼロね、ゼロ足汁が 91.2 ということで、めちゃくちゃ美味しいですね。やっぱりナンバーリブまさみさんありがとうございます。今回もね、今回もいやいや、ちょっと西新井で何回かさ食べてる、あーなるほど、そう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 、いやーでもね、やっぱ60人か。でこれ今日今撮ってるのは私の日曜日ですけども、はい、まあ、やっぱり土日の並びは尋常じゃないんじゃないですか。そこだけは皆さんちょっと気をつけていただいて。確かに藤丸未経験だからね、瀬尾さんはまだ。あ、そうです。いやちょっとこれいいんじゃないですか、痛ましい。そうですね、このタイミングで藤丸行こうかな。藤丸の方ね、空いてるかもしれない。あー、なるほど、分散して。確かにオープン日に藤丸行ってる人なかなかの通だなと思いましたけど、あ、今日チャンスみたいな、チャンスって今だ今だって感じでね。うん、ということで皆さんこちらオープンしたんで、ぜひとも行ってみてください。ガチ